シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキタビルスカーも一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、はい、今日はですね、朝、6時半スタートというところで、大阪行ってきました。ダダダダダダダ、パフパフパフということで、はーい。行ってきました。ちょっと今から行きますけどね、はい。現在ただいま6時半ちょっと過ぎたぐらいなんですけど、はい、まあ、皆さんはね全然普通ぐらいの時間なんですけど、私からするとちょっと早い時間ですね。結局仕事でですね、配達行かないかんとですよね、ということなので、もう最初にもうちょっとぼやきやってしまうということで、最後もう多分くたくたになってからもう何もできんくなっとろうなと思ってですね、まあ、今日ちょっとポスト寂しい、ライブできないと思うんですけどね。昨日もちょっとそうそう、ゆうくんなんか復活しちゃったですね。ちょっと理由わからないんですけど、なんかやっぱあったことですね。はい、まあまあまあ、昨日もなんかもういいや、やろうと思いますとか言ってなんか言ったんで、なんか言われたんかな、そういうことじゃないかなとかと思うんですけどね。ただいまですね、今私の職場の相方から車を借りて、ハイエースですね、大阪向かってるんですけど、両サイド窓にですね、キリギリスがついております。あんたらも大阪一緒行くねって感じなんですけどね。はい、田舎やな、いつも。まあいいやいいや。ということで、大阪どこ行ったとねっていう話なんですけど、西成区っていうのは何ですかね。もう大阪の人ははいはいって言うんでしょうけど、そこに行きます。地図上ではなんか通天閣がなんか近くにあるんですね。まあ今から行ってちょっと写真撮るはいいですけど、ちょっと地元じゃないんでですね、そういうことしたらやばいかなとか思いながらちょっと控えようかなと思うんですけど、とりあえずちょっと今緊張していかないかんということで、ちょっとぼやきは短めでいこうかと思います。はい、じゃあこの続きは YouTube です。バキコキさんのぼやき。はい、バキコキさんのぼやき、あったバッキーです。はい、もうぼやきサクッとありますよ。なんでかって言ったら、今から7時間片道ね、7時間の道を私走ってます。どうなんやろな、年齢もどれぐらいのところで、これハイエースって年季どうなんやろ。リッター10あるよね。エルフ、今私が乗ってる愛車はですね7キロとかなんでですね、絶対燃費良くないもんね。3キロ違ったら違うもんな。そう思います。さてさて、どんな風になるかな。一番最高で和歌山行ったことあるんですけど、でも行きは新幹線、帰りトラックって言ったらトラックを買いにって言いますね、引き取りに行った時にそういうことしたんですけど、今回は配達やからですね、もう荷台にテロギが50台積んでます。で、だからそれが佐川急便とかで送るんですけど、ちょっと何万もちょっと変わるところがあるので走るかっていうことになって、急遽配達になりましたっていう話です。はい、まあまあ自分の話はいいです。はい、ポストだから昨日見てないですね、あんまりね。もう早くもう寝ろうと思って、で結構早めに寝ましたよ。昨日11時ぐらい寝たのかな。日が変わる前に寝て、不思議なもんでやっぱ早く目が覚めるねえ、じじいやなって本当思いますよ。はーい、ただ今日も安全運転でね、ちょっと事故がないように行かないかなと思っております。まあ、ちょっとなんかね、大阪で、まあ、面白い話じゃないと思うんですけど、へえっていうのがありましたらね、またちょっとポストなり、ね、なんかしようかなとかって思っております。はい、じゃあ
とりあえずいつものね、あのセリフとかのね、明日は水曜日、私休みなので多分明日固まってると思いますんでですね、はい、皆さんは週の半ばということでちょうどいいということで頑張ってくださいね。はい、今日はもう速攻サクッとありますけどすいません、勘弁してください。はい、じゃあ今日は以上です。テケニジー。